はい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 、どえらい事態。なんと中国人民解放軍が大徴兵を行って戦力大増強をしております。どのくらい増やすのか、もう一個自衛隊ができるくらいの兵をですね、今年1年で集めるようでございます。すべては日本と台湾侵略のためでございます。そしてその侵略のですね、キワキワに置かれている台湾も今ド必死でございます。台湾自主開発のミサイルをですね、年間の生産能力なんと2倍以上、毎年500発以上のですね、とんでもないミサイルミサイルをですね、今一生懸命生産しております。半導体ではですね、世界最先端を走る台湾でございますから、ものすごい性能の高いミサイルがですね、年間どえらい数できていると。そして台湾国民は今ですね、射撃訓練の真っ最中、国を守るのは俺たちだと言わんがばかりのですね、姿を見せているという状況でございます。そして、ね、台湾と同じくらいですね、今やばい日本今どうなっているのか、はい、旧統一教問題で、ウェイ、日本国民全員ツボマニアという状況でございます。はい、どうも闇のご飯でございます。もう誰か助けて、日本人ってアホなのかな？日本人ってやっぱり地球上で稀に見るアホなんでしょうかというですね、そういうお話でございます。これね、前も言ったんだけれどもね、これね、今中国軍のですね、戦力増強の仕方が尋常じゃないですよ。別のね、記事でも、別の記事を取り上げてですね、僕前の動画でも言ったんですけれども、これすごいからね、今年1年でもう1個自衛隊ができるくらいの人数を中国軍が増やそうとしているんです。ね、これ、後でこの記事読むけれども、この記事、中国っていろんな省があるでしょ。で、これ、浙江省というところの記事なんだけれども、これね、浙江省で人民解放軍への入隊を申請した学生は11万人に達しました。11万人ってどのくらいの数かっていうとですね、日本のですね、航空自衛隊が 4.5 万人、はい、そして、海上自衛隊が 4.5 万人、はい、航空海上自衛隊と海上自衛隊合わせても9万人、はい、で、今年ですね、浙江省から中国人民解放軍に入隊したいといった学生は11万人、はい、これどのくらいやばい事態かっていうのはこれだけでも分かっていただけますかね。はい。ほんでですね、これね、この状況を見てですね、台湾どう動いてるのか、日本どう動いてるのかっていうところなんですけれども、ちなみにですね、これね、これも知ってる方も多いと思いますけれども、この間ですね、中国軍がですね、日本の排他的経済水域にですね、5発もミサイルぶち込んできたでしょ。はい、これはですね、俺の指示ですって習近平が手を挙げました。はい。舐めてますね。どこまでも舐められてますね。で、この状況にね、僕ね、ツイートをしてですね、おい、岸田政権、おい、習近平が俺の命令で日本にミサイルぶち込んだんだって言ってるわけだけれども、おい、一言もなしかってツイートしたんだけど、今のところ一言もございません。もう誰か助けて。台湾の状況はこちらでございますね。台湾はね、さっき言った通りですね、半導体のですね、世界ナンバーワンのですね、半導体生産地域でございますから、これね、すごいミサイルを作ろうと思えば作れるわけでございますよ。そして今作っているわけでございます。すごいよ。ミサイルの年間生産能力2倍以上だぜ。やばいよ。で、毎年500発以上のミサイルをですね、生産していてですね、今後5年間でですね、特別予算1兆円を組んでですね、ミサイルの増強に量産をしていくそうでございます。ちなみにですね、具体的にどんなミサイルをどのくらい増やすのか見ていこうか。はい。対空ミサイルですね、空を飛んでいる中国の戦闘機をぶち落とすためのミサイルをですね、年間40発生産していたところをですね、今3倍以上、約4倍近くの150発作ることに決めました。そして同じく対空ミサイル、48発から96発、約2倍でございますね。はい。そして対艦ミサイルね、中国艦隊、空母とかですね、ああいうのを沈めるためのミサイルとしてはですね、約20発生産していったものをですね、70発、3.5 倍でございますね。そして同じく対艦ミサイルとですね、巡航ミサイルでございますね。これね、もう空母すら沈めることができる巡航ミサイル。これがですね、81発から131発に生産を増やしました。そしてですね、空対地ミサイル、そして空対艦ミサイル、要するにですね、台湾の戦闘機からですね、中国軍の艦隊とかですね、中国軍の戦車をですね、壊すことができるですね、戦闘機用のミサイル、こちらをですね、18発からですね、50発に引き上げるという状況でですね、ゴリゴリに国を守る気満々の台湾でございます。そしてですね、台湾国民もですね、これも何回も伝えてきてからご存知の方多いと思いますけれども、台湾国を守るのは俺たちだと言わんがばかりですね、これの橋本徹にですね、この彼らの爪の赤を煎じて飲ましたいくらいなんだけれども、台湾国民、射撃訓練の真っ最中、そして、もし自分が撃たれてしまった時のですね、応急処置の準備までしていて、もう万全の臨戦態勢をですね、誇っているというのがね、台湾でございます。そしてですね、これ台湾と同じくらいですね、やばいところ。台湾と同じくらいやばいのは、ついこの間ね、ミサイルをぶち込まれた沖縄でございますよね。さあ、沖縄県民どんな感じになってるのか。まずはですね、これね、沖縄を守るための自衛隊がですね、今ゴリゴリにね、一生懸命ですね、少ない予算でですね、これね、戦力をですね、強化してくださっています。まずはこれね、今日のニュースでございますね。これね、航空自衛隊の次期戦闘機、はい、イギリスと共同機体で開発ということでですね、僕もちょっと前にこれ動画にしましたよね。日英同盟復活か、日英同盟復活か、イギリスで共同でですね、次期戦闘機をですね、開発だという状況ですね、あります。これね、またこの開発の状況が進んだみたいで、本日ニュースが流れておりました。そしてこれだけではなくてですね、これはすごいですよ。これすごいですよ。はい。本日からですね、奄美大島で、日米共同軍事訓練が行われます。はい。奄美大島って知ってました？簡単に言うとですね、この間中国軍にですね、ミサイルをぶち込まれた、近くの島です。はい。中国軍にミサイルをぶち込まれた、近くの島でございますね。そこでですね、中国軍を撃退するために、日米共同軍事訓練が行われるわけでございますけれども、ここにですね、なんとですね、米軍のですね、高機動ロケット砲システム、ハイマースが初登場でございます。ハイマース、皆さんご存知ですかね？聞いたことある人多いんじゃないのかな。はい。ロシア、ウクライナ戦争ね、ロシアがウクライナを侵略するためのあの戦争でございますよ。あそこでですね、最初は押されていた、ウクライナ軍がですね、ロシア軍を押し返し始めるゲームチェンジャーになったのが、この高機動ロケット砲システム、ハイマースでございます。このハイマースがついに、中国軍から日本を守るために、日本の沖縄に配備されます。配備されます。わかるかな？これどんだけ日本が今追い込まれてるのかわかるかな？ウクライナに配備をされたハイマースを、日本に配備しないと、もう中国軍を防げないという状況になっているということがこれで分かっていただけますでしょうか。そしてハイマースだけではございません。はい、ジャベリン。これジャベリンも有名になりましたよね。ジャベリンというのはですね、携帯型の対戦車ミサイルでございまして、兵士がですね、背中に背負って、と移動ができるんですね。そのくせですね、ものすごい精度が高くですね、敵の戦車をですね、たった一発のミサイルで撃退できるということで、これもですね、ウクライナ軍がですね、ロシア軍を追い返すためのですね、ゲームチェンジャーになりましたよね。はい、あのジャベリンとあのハイマースが、ついに今日からのですね、沖縄を守るためのですね、軍事訓練に登場すると、どんだけ日本が追い込まれているのか、ね、これだけでもご理解いただきたいところでございますね。そしてですね、沖縄でございます。沖縄県民もですね、もしかしたら射撃訓練でもやってらっしゃるのかしら。はい、沖縄県はですね、こんな感じですね。はい、沖縄県の県知事デニーさん、国を相手にですね、新たに訴訟を提起しました。何の訴訟かな？日本に米軍基地はいらない。日本に米軍基地はいらない。なんなら自衛隊も出ていけ。はい、デニー君、沖縄県民を守る気、全くゼロでございます。全くゼロでございます。はい、もうね、誰が助けて、ほんと。はい。これがですね、沖縄県知事デニー君ですね。沖縄県民の皆さん、このままデニー君を放置しておくとですね、皆さん、こいつに殺されますよ。殺されますよ。日本国民で中国軍の侵略によって、一番最初にですね、死因が出るのは間違いなく沖縄県だからね。その沖縄県をですね、命がけで守るためにですね、日米共同訓練がですね、本日から行われると。ね。そしてそこにハイマースとジャベリンが登場するという状況になってるんだけれども、これを邪魔しようとしているのがですね、玉城デニー沖縄県知事でございます。今月ですね、沖縄県知事選でございます。もうこの男を落選させないと、沖縄県民、死んじゃうんじゃない？いや、これ大げさじゃなくさ、割とガチでね。はい。そしてですね、この日米共同軍事訓練をですね、邪魔する奴らがまだいました。はい、日本共産党のですね、新聞赤旗、なんとですね、この日米共同軍事訓練、中止をしなさいということでですね、中止の申し入れをですね、したようでございます。わけがわからん。日本の軍を守るためにですね、訓練してくれてる方々に対してですね、やめるんだとですね、日本共産党言い放ったようでございますね。おかしいでしょう。はい。国民が怖がってるからやめた方がいいんだって。コロナが感染拡大してしまうかもしれないからやめた方がいいんだって。バカ野郎。お前コロナよりも中国軍の脅威の方が圧倒的に上なんだけど、まあさすが日本共産党ですよね。まあこんな感じでございますわ。ほんで、あと日本の経済界もですね、アホばっかりでございました。日中経済維持拡大が5割超。これね、どういうことかな。日本の経済人はですね、中国が怖いのは分かってるけど、でもね、中国ってね、まだまだ儲けられそうなんだよね。だからこの中国へのビジネス展開ね、約6割近くがですね、維持、そして、まだまだ広げちゃうぞ、拡大というですね、はい、もう異常なアンケート結果がですね、上がってきております。経済人もですね、一部アホがいるようでございますね。うん。そしてですね、はい、日本国民でございますよ。はい、日本国民ですね、射撃訓練どころではございません。旧統一教会でね、壺川がいっぱい、もうなんかね、日本国民、そう、壺川か。もうね、ツイッター見たらですね、もう、壺言っててですね、なんかメルカリでもですね、もう、壺が売られてるっていうですね、もうわけのわからん状況になっております。言っていい。もう、誰か助けてくれ。もう、誰か助けて。俺、ちょっとこれ、いろいろ見て思ったんだけどさ、日本国民ってさ、アホなのかな？日本国民って、アホなんかな俺たちアホなんかなもうね、どうにかしてくれ。もうね、ほんとね。はあ、ちょっと待って、力が抜けてきた。はい。ということでですね、これね、台湾国民はですね、自分たちの国、そして自分たちの命、そして家族の命を守るためにですね、射撃訓練を行っているわけなんですけれども、同じ状況に置かれているですね、日本はですね、はい、ツボがいっぱい増えておりまして、旧統一教会は怖い怖いカルト宗教、そのカルト宗教に与党自民党は、支配されてるって、アホかいと。あんなお前クソゴミカルト宗教にお前日本政府を支配する力なんかあるかいと。常識で考えたらわかるだろうと。でもね、その常識のないアホな日本人がですね、こんなにいっぱいいるんだな。で、日本のマスコミもこの中国の脅威をですね、一切伝えずですね、毎日視聴率が取れるからってですね、左翼系のアホなジャーナリスト、ひろゆきとかですね、あと、有田芳風とかですね、あと、青木リーとかですね、あと、鈴木エイトとかですね、もうここぞとばかりに、もう今こそ稼ぎ時であると、今人財産稼がないと、俺の人生はもうないんだというくらいにですね、もうマスコミに出まくって、インターネットに書き込みしまくって、もう視聴率と再生数で稼ぎまくってるというですね、もうわけのわからん状況が今日本にございます。そんなアホな日本人に届けこの中国の脅威ということでですね、この当初のこの記事ですね、中国人民解放軍がですね、もう一個自衛隊ができるくらいの勢いで、戦力を増強していますよ。しかもその増強している奴らで、ただ単に仕事がないだけの奴らではなくて、理工系の大学ね、今ね、武器っていうのはこのハイマースとかシャベリもそうだけど、非常に高度化してきてますから、アホでは扱えない武器がたくさんあるんですよね。でもね、賢い人が扱ったら脅威になっちゃう。そんな武器がいっぱいあるわけでございますけれども、その武器を扱うためにですね、理工系の大学院卒のやつをですね、どんどん中国人民解放軍に入れているという状況がございます。これがですね、どのくらいやばい事態なのか、もうええ加減理解してくれ、いきますね。はい、中国軍がですね、技術系人材を求めて、新人募集の年齢制限を引き上げ、年頭はですね、台湾であると、はい。いきますよ。ちょっとコーヒー飲みます。はい、香港のですね、英字メディアのサウスチャイナ、モーニングポストはですね、13日、中国人民解放軍が台湾関連を念頭に、入隊の上限年齢をですね、引き上げたと紹介記事を発表しました。科学技術向上のために、理工系の大学や大学院の卒業生の人材を獲得するためだというと、つまりね、俺みたいにですね、私立文系のアホはいらんと、もう盾くらいにしかならんと、それよりもですね、国立理系の賢い奴らを採用するんだみたいな感じになってきてるってことですね。で、ここに今大学生が押し寄せてます。はい。もう絶望的です。はい。人民解放軍の中で、台湾方面を担当する東部戦区司令部によるとですね、8月に始まった2022年の第2段階の新人募集計画では、大学院卒業生の年齢制限が従来の24歳から26歳に引き上げられました。これでですね、採用できる人数がドカーンと増えたんですよ。またそれ以外にもですね、理工系の大学卒業生や戦闘に必要な技能を持つ学生も優先して受け入れる方針であると、中国メディアの環球時報によれば、軍が望んでいる技能としては、インターネット、通信、工学技術、偵察、そしてドローン操作があるそうでございます。これいくつか俺いけるかも、まあいいや。中国国営のですね、CCTV はですね、9日、軍への入隊を志望する20代前半の浙江省出身の若者を紹介しました。この若者、どんなコメントを残しているのかな？我々は皆、台湾海峡の最近の情勢に懸念を持っている。平和とは国力によってしか実現ができませんとの考え方を示しまして、さらにですね、私は正義の情熱によって中国のために尽くすことを望んでいる。祖国中国に奉仕をして、軍人という称号を私の一生の栄光にしたなどと述べましたということでですね、もういかにこれで多くのね、学生がですね、中国軍というところに夢を抱いて入隊してきてるか、これね、日本としては脅威中の脅威だからね。はい、CCTV によるとですね、浙江省で解放軍への入隊を申請した学生は、なんと11万人に達しました。はい、これはですね、さっきも言いました、海上自衛隊と、航空自衛隊の自衛隊員すべてを足した9万人よりも多い数の学生が採用されそうになっているという状況でございます。わかる？今年1年でもう一個自衛隊ができるくらいの人間を中国人民解放軍は増やそうとしてるんだよ。なぜ騒がない？なぜ慌てない？なぜ統一教会ばっかりの記事を読む？そんなにツボ好きかお前ら。その 70% 以上がですね、大学卒業のですね、学位を持っています。はい。中国はですね、アメリカ議会下院のですね、ペロシ議長が最近になってですね、台湾訪問したことに反発をしました。中国人民解放軍はペロシ議長が台湾を離れた直後に、この台湾を囲むように設定した、海空域で、実弾演習を実施しました。この台湾を飛び越える軌道で弾道ミサイルを発射したり、台湾を飛び越えて、結果的に日本まで飛んできましたね。はい。弾道ミサイルを発射したり、通例以上に軍用機は艦船を台湾に 接近させたり、少なくとも空母1隻と、なんと原子力潜水艦を投入して、台湾封鎖の模擬演習を実施することもしたという形でですね、これね、台湾も追い込まれてると、そして沖縄も追い込まれてるわけでございますね。はい。分かっていただけましたかね？ね。この中国と台湾と、そして日本の全然違う状況、分かっていただけました？はい。中国はですね、日本と台湾を征服するために、今年1年でもう1個自衛隊ができるんじゃないのかっていうくらいの人数を、募集しています。そしてそこにガンガン応募が来ています。しかもその中には理工系の非常に優秀な人材が多く紛れています。中国軍の戦力、今年1年でものすごく増強されちゃいます。そしてそれを知ってるですね、台湾はですね、やっぱり危機を感じていまして、台湾は自主開発のですね、このね、お得意の世界一のですね、半導体生産能力を使ってですね、ミサイルの年間の生産能力をなんと2倍以上に引き上げました。中国軍よ来るなら来いと、台湾のですね、最新鋭のミサイルをぶち込んでやるという形でですね、戦う姿勢を見せています。台湾の市民もですね、こうやってね、銃撃の訓練をしてですね、そして自分が銃撃を受けた時にですね、この応急処置をしてですね、命を助かる方法、こういう方法をですね、ガンガン学んでいます。でもですね、日本はですね、こんな感じでございます。一番やばい沖縄ではですね、沖縄の県知事デニー君がですね、基地を出ていけ、日本人の命なんか守らなくても構わない、人民解放軍様のために沖縄はですね、沖縄は中国の人民解放軍様のために捧げるんだと、言わんがばかりにですね、米軍出ていけ、自衛隊出ていけの大合唱でございます。そして日本国民はですね、全員ツボが、日本国民総ツボが、ね、そんなにお前ら統一教会好きか、もうわけわからんわ、はい。マスコミがですね、統一教会の報道しかしないせいでですね、もう日本総国民、統一教会に入団したの、ほんとそんな状況は、はい、日本国民は全員ですね、統一教会だ、ウェイウェイということでですね、日本国民総ツボ側か、そんな感じでございます。はい、誰か助けてということでですね、もうこのね、状況をひっくり返すようにですね、中国のやばい情報を伝えていくしかないと私は思いますので、中国のですね、またですね、興味深い話がですね、見つけたらですね、皆さんにお届けしたいなと思いますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いします。というわけで、熊さんの動画は終わりたいと思います。ということでね、これマスコミ、頼むわ、ちょっとマジでこれ焦るんだけど、俺マジで。いや、だってさ、ついにですね、日本の軍事関連にですね、これ、ハイマースとですね、そしてジャベリンが登場するんですよ。ね。このロシア軍を押し返したですね、このジャベリンとハイマースを投入しないと、もう日本は守れないと。そしてこの間ね、別の形で動画にしましたけれども、沖縄にある弾薬はですね、中国から日本を守るために必要な量の20分の1しかないんですよ。1日で戦闘終わるよ、多分。中国軍が本腰を入れて攻めてきたら、多分ね、あっという間に沖縄今占領されるよ。そういう危機的な状況にあると、ね、陸上自衛隊がですね、はい、この浜田新防衛大臣に言ってくれたわけだけど、浜田君、今のところまだ何にも動いてません。何にも動いてません。お盆だから休んでるのかな？今、大げさじゃなくさ、もう本当に今騒いで何とかしないと、日本終わるよ。終わるっていうのは、簡単に言うと殺されるってことだからね。殺されるの誰？俺たちよ。ほんと勘弁して。というわけで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。